ル補助金、全然少子化対策じゃなかった模様。開いじゃ。自民党森雅子議員が大々的に進捗を公表したブライダル補助金ってやつがツイッターでトレンド入りしてて、これが普通なら結婚する人を支援する補助金って思いますよね。でもそうじゃなくて、単にブライダル業者を援助するための補助金であり、ブライダル利権とバレちゃってさあ大変なことになってるんですが、さらになんと令和3年この森雅子ちゃん、国内ウェディング取扱件数ナンバーワンの株式会社テイク&ギブニーズさんから100万円の献金を受けていることもあって、まあ、政治献金なんで問題はないけど、私ならテイクされたらギブしちゃわないといけないと普通思うのよね。ギブミーチョコ、ギブミーガム、送れよ送れよ兵隊さん。へい、まあ、話を戻すと、ことの発端は12日 Twitter に議連の要望が叶い新設されたブライダル補助金の第1次第2次公募の結果について報告を受け、中略議論してまいりたいと思いますとか言い出して、このドヤ顔前も含めてカッチーと超大炎上中ですが、実はこの人自身のブログで2021年5月27日に4月16日ブライダル業者からヘルプのメールが届いたって書いてて、なんと次の日よ4月17日に即日対応のブライダル業者との打ち合わせ、さらにすぐさま6日後4月の23日に官房長官とブライダル業者の皆様との面接をセッティングってなってて、用意周到すぎるでしょ、有能でしょってなってて、ちゃっかりリクルートとの打ち合わせまでしてるんよね。出たリクルート、ゼクシー。こりゃ利権利権と言われても仕方ないよね。しかしなぜ少子化に、ブライダル業者って話なんだけど、他人の結婚式に参加した多くの人が結婚したくなるってアンケート結果に出てるからブライダル事業支援なんだってさ。いやいや、政治家ならはっきり言えよ。若くして結婚し、たくさん産んで国力を上げようと。てか、意地でも減税には着手せんよね。ガソリンの補助金廃止して、ブライダル補助金って、しかも業界向けって、しかも日本人向けじゃなく、海外に向けた日本文化の魅力発信って、何の補助金なのさ！それ少子化対策じゃねえよ！インバウンドのばらまきじゃーって言われても仕方なくね。気になるのはこの森雅子ちゃん。まさか独身じゃないだろうな。調べてみたら、弁護士の優秀な夫がいて、子供も2人いるんだってさ。お勤め、ご苦労様！許してやろう。少子化対策ってもはや税金でどうする問題じゃなく、教育とかのレベルだと思うよね。例えばメディアにママタレをいっぱいにして、独身ですかした痛い芸能人は排除。キー、今の発言は嘘、冗談、本気ではないよ、嘘だよ。さて、ヤフコメのトップコメでも読むか。補助金イコール公金横領の口実と化しています。税金取らなくていいし、ばらまくことも必要ない。ブライダルを促進したいのなら、結婚披露宴の会場費などに軽減税率を適用するとか、減税の方向でやってください。子育て支援というなら、おむつなんかも当然軽減税率対象になってなければならない。それも 2% などという微小な額ではなく、無税という国がたくさんあります。よく言った、お前が政治家なれ。まあ、この人じゃないけど、最近分かったのは、政治家って結局自分でお金稼げない人の巣窟よね。普通に才能のある芸能人ならならないし、商売上手ならこんな公金当てにしない。イコール売国奴たちが救うゴミため。うわっと言い過ぎた。でもまあ、誰か本当にこの国を真剣に考えてくれる人が出てきてほしいです。静かに承認欲求のない粛々と仕事をする政治家っていないのかね。てかたー、チャンネル登録よろしくお願い。あ、頼む。